アイプレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥーダイというわけでやっていきましょう。前回は本屋行って終わってクエストやんなきゃって感じだね。急いでやりましょう。ちょっとあさるのを後にしてクエストをさっさとクリアして報告しましょう。わっしゃいか、よいしょ。さっさとね、報告してね、もう一回クエスト受けたいよね、夜までの間に。なんで、あさるのはあんまりちゃんとやらずに大雑把に行きましょうか。たたたたた、落ちてくるこれだよね。上あさらんかったな昨日多分。左にいるね。上にはなさそう。いや、そうだね。飲み物ください。でコメントでロックピックが、また鍋が出てくる。あ、ゾンビだ。嘘。こむちゃん、やばい。あ、感染した。やば。こむちゃん、裏にいた。うせ。ちょ、待って。どうしよう。どうすればいい。とりあえず出血は止まった。腹ペコ、脳震盪、軽度、オッケー。脳震盪これ止まる？止まるよね。使って。止まった。治療済み、腹ペコ、遅い。うわぁ、やば。こむちゃん危険すぎるだろ。死ぬと思った。あ、これもう見かけたら迷わずハンドガンコースだな、これ。ハンドガン持ってなかったら死んでたかもしんね、俺。スタミナもなくなってたし、今。やっぱ、いきなり汗かいた。もう。やば。やっぱこのゲームってさ、犬だよな。犬に殺されるんだよな。待って、夜になったらあれだわ。夜になったら、あれです。なんだっけ。出てこない。言葉出てこない。取れ出しまっちゃう。感染症を治したいのに。取れ出しまっちゃう。よいしょ。それとももうお薬屋さん行くか。あ、待って、スタミナ切れ。お薬屋さん行くのありだな。お薬屋さん行くか。そうしよっか。よいしょい。オッケー、クリア。おしゅうゲットだぜ。あれ、やば、感染しちゃったよ。待って、持てない。使って、あ、これいいね。これもロケットランチャーの本。あ、スレちゃんもクラフトスキルクリオティ3作れるようになりました。え、ツールクラフト収穫。え、ご飯。かぼちゃパンとブルーベリーパイ。いいね。あ、スイッチハンマー作れるんだっけ。外か。なんだ。あ、バトンだ。バトンと干渉。干渉のやつだ。ありがて。改造。これつけて。これを装着して。あ、ゾンビが周り歩いてる音がしてやだ。クエスト、お、お腹いっぱい、いろいろ治療 10%。 あ、来た。あれ、おー、来た。感染、なんだ、お薬屋さん行かなくていいじゃん。あー、ロックピック来た。なんだ、今日ついてるぞ。犬も来てたしな。資料、本2冊ある。見ました。これ使います。これスクラップは売った方がいいな。
とりあえずゾンビ走る前に帰ろっか。帰ろう。ちょ、安静にしましょう。もう一回行くか。スタミナを管理しながら帰りましょう。ちょっと戦ってる時間はないわ。散々すぎるな。いや、散々すぎるのも完全にコモちゃんのせい。危険。相変わらず犬やべんだな。これさ、俺防具何箇所か着てるからいいけどさ、着てなかったら死んでたんじゃね？2回ぐらい噛まれただけで HP 半分いってなかった。やべえな。やべえな。この薬屋さん後で行こう。喉乾いて。うわー、食べ物飲み物欲しいな。薬屋さんよりもあれかな。あ、漁ってる場合じゃないの。うわ、漁ってる場合じゃないって使う。ほんとバット。お、自転車あ、いいのアンロックしたね。やばい、トレーダー間に合うか。これギリギリってところかな。報酬受け取るスペースあるかな。うわスタミナがメンタルも重たいし、いや俺間に合わねえかも。目の前にしまっちゃうやつだ。最悪だ。うわコモちゃんのせいだ。全部相手も置いてくればよかった。うわ、おナウクローズした。クソが、うん、マジか。目の前でしまりやがった。あ、これ食えばよかった。持って行ってたのに。これ食えば走れてた。散々だ。今日は散々だ。よし、いらないのをしまって、ビタミン剤なんだっけ、感染耐性と疲労の治療は使っちゃえ。ここじゃないな、こっちか。これと新しいハンマーを改造する。改造よいしょ。こっちに入れとくか。入れてこれ使うでしょ。ショベルのやつをつけようか。ウルチェストこっちだっけ。ウルチェストどれだっけ。ウルチェストこれだってんの。ウルチェストに改造してこのつけて。このバトンどんなもんよ。26強いな。26強いな。13.8、スタミナ消費が 18.5、 14.8。これの方が強いな、圧倒的にね。バトンの方が。鉄パイプで修理します。うわつら。修理材料重。アロエクリームこっちでいいかな。こっちでいいか。ユッカの種はこっち。こっちでいいや。バトンもいっか、今は。で、コメントで、スキル、本の方見なかったって言ってたんで、これかな。これに槍があってすげえことができるのかもしれない。槍ハンター、これか。10% のダメージ、劣化速度 20%、25% の確率で出血ダメージ、パワーアタックを倒れている敵にさらなるダメージ、攻撃速度 10%、複数のターゲットに貫通、これかな？連続ヒットを当てると、ダメージ。敵を倒すとスタミナ回復。どうなんだ？パワーアタックが複数の敵を貫通してダメージ。
でも複数の敵に当たってもさ、攻撃範囲が狭いんじゃそもそもないよな。逆にバッターとかなんか面白いのついたりしない？クラブを抜いて攻撃、先頭へダッシュするよ。うん、よくわからんな。パワーダック。ノックダウン確率は上がる。適応無力化。バットと、コンボ、金属チェーン。もう知ってるよね。持ってるよね、そもそもね。敵を死にいたら、スパワーアタックは、スタミナ回復。ハンマーない、ハンマー。スレッジハンマー、ないか。ハンターしかないか。ストーカー。いや、どうしようかな。とりあえずこれ使っちゃって。バンダナ、チェストアーマー、レッグアーマー、レッグアーマー作ろうよ。布が欲しい。布だけで作れるかな。布となんか使いそうだよね。あ、もうレベル3作れんじゃん、俺。じゃあ、チェストアーマーも作ろう。ダクトテープ。ダイレクトダクトテープあった。バットアーマーとレッグアーマー。防御力ついてるよね。よし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 。これがあれば、これは防御力アップよ。で、多分これはつかないよね、機動性が。これなんか説明書いてん。アーマーによるスタミナペナルティって、そもそもこれペナルティがないんじゃないの？スタミナ、ほら、ペナルティがないよ。ないから、多分つかないんだろうな、これ改造しても。そういうことだな。よし、ご飯も食べたし、行くか。夜は、ツールショップがいいかな。どっちがいいかな。槍もうちょっと使ってみてもいいけど。まあ、なんなら複数ヒットもらって、いや、複数は危ないよな。複数、距離届かん状態で、その、短いパワーアタックの距離に敵が2匹いる状態ってどうなのって話か。やっぱツールショップが先かな。ツール欲しいよね。薬もいらんくなったしな。現地調達できちゃったから。よいしょ。よいしょ。あら？こっちからか。うぃー。じゃれん。スレッジハンマーのさ、スタミナ消費減らしたいな、やっぱり。お、バッテリー。そういえば、チャリできた。バイスコー。チャリできた。さっき作れるようになったんだっけ。自転車、あ、タイヤも取らないとね。シャーシとかね、ワークベンチがないわ。で、フォージ作れるようになったんだっけ？石、あ、これなんだ。ダクトテープ先使っちゃったな。鉄パイプ。じゃ、ここを漁れば多分、うわぁ、びっくりした。もうこれ、ドクロマークドキッとするよ。ここ結構でかいから、期待できるかな、ツールショップ。行きましょうか。ヘッドライトとか欲しいもんね。よいしょ。ヘッドライト持ってないから。F を押しても何も起きないし。移動時計。移動時計。潜入します。カランカラン鳴らしちゃった。上もチェックしとかないとね。上から降ってくること多々あるから。ほら、降ってきたじゃん。ダメか。もう、下手くそ。下手くそ。弓なんか構えて意味ねえな。クロスボウじゃない、ダメだな、俺。
クロスボウ欲しい。どうしよう。どっから来る？絶対いるんだよ、その左前に。え、どこ？これ外？外かわんじゃ出れない。待って、隣の部屋の中、扉じゃないとこ叩いてんの、なんで。おお、いたいたいた。やっぱハンマーいいな。今拾ってる場合じゃない倒さな。うわ、なんかゾンビいるじゃん。どうしよう。うそん、どうすんのそれ。あ、これ報酬部屋だ。なるほど。じゃあ漁る前に、おい、ありがて。漁る前にゾンビクリアリングしたいけど、うわー、これ上から落ちてきても不思議じゃないな。うわ、バカ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 、あ、バカバカバカ、誰も来ないじゃん、誰も来ないじゃん。めっちゃ大人になってびっくりしてるけど誰も来ないじゃん。あ、いた。うー、もうちょい上、これぐらい、ういー、上から降ってきたやだな、ほんと。うわぁ、どっから降ってきても不思議じゃない。え、おい、今倒したやつ？成長済み。発電機の音か。おお、まあ、ハロー、ドキドキやね。ここはクリアとしていいかな。良さそうだね。ちょっと走ってゾンビが降ってこないかチェックしましょう。大丈夫そうだね。よし、じゃあ去りましょう。もうねえな、キャラクターしかないっすね。いいのないな。ほほほ、この床ビビるわマジ。どっかの床がさ抜けて下まで行ったらどうする？しょ、本当だもんね。このラックが当たりかな。まだうの、うん、ラック、そうでもないか。一回でも置いてくる。いや、ダブルよな、どうせ。喉乾いちった、喉乾いちった。どうしよう、どうしよう。続けるべきか。ゾンビいっぱい来たらやだな。飲み物持ってねえもんな。困っちゃった。いっか、続けるか。鍋出ないの、なんなん。ドキッとする、ほんと。トイレの中からさ、こんな瓶出てきたら嫌だね。ナイフ出てきた。6.1、 8.6、 もうこっちの方がいいじゃん、明らかに。どうなんだろう、これ剥ぎ取りやすかったりすんのかな。これは
焼き鳥にくかったりするのかな。分からんね。思って、ワイド、一回閉めて、インベントリどうしよう。スコップいらないか。ショベル今、レベル X の作れんだ。に作れるか、これスクラップしちゃうか。OK。行くか。紙スクラップしても紙だしな。上からチェックして、わしゃーしゃお前か、上チェックしたやん。あ、なるほどね。あ、やばい、緑色のやつがいるかも。それとも発電機の緑、わかんねえ。いや、緑色のやついったらやべえな。ハンドガン何発ある。ハンドガンリペアしときて。ここは漁りたいな。しかしでも絶対インベントリ溢れちゃうな、ここ漁ったら。嘘でしょ。でしゅ、やばい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 って。それはまずい、それはまずい、それはまずい。燃えてたぞ今なんか。お、見失ったぞあいつ。マジか。え、こんなあっさり見失うの俺のこと。そして当たんない。胴体だ。マジ？月明かりこんな、こんな感じでいいん？燃えてたのあいつだな、多分。焼け森にいたやつだな。オッケー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 。え？ちょっと逃げやすい場所、戦いやすい場所で戦おうとしてここまで来ただけなのにさ。想定外すぎん？あれ倒せちゃったぞ。会場済みなんだこれ。もういないゾンビ。これ鼻生えてるだけ。まだいるな一匹。見えない。でも足音はする。燃えてたやつかな。どこにいる。いたいたいた。よしよしよし。見えねえ。ヘッドライト欲しいな、やっぱり。え、もしかして時間によってさ、建物の中もめっちゃ暗くなったりする。さっきより暗くなった気がするんだけど。使えない石のようなないか。多分今のでも、うわー燃えてる、燃えてるって。え、なんなんあれ。え、どういうこと。え、マップ効果、どっかで合戦しめ、ゾンビさんだ。おほーカシャンって。どっかでさ合戦しめないといけないのかな、あれ。もうちょい左、よいしょ。倒した、倒したね。どっかで合戦しめないといけないかも。よいしょ。とりあえず漁るか。うわあ。お、フォージのやつだ。ラッキー。あーし。ハンマーが。新しいハンマー拾っちゃった。
お、黒。黒いいっすね。はい、どうする？ハンドガンは黒がいいかな、なんとなく。あ、黒。ダサ。よいしょ。やっぱヘッドライト欲しいな。ゴミすぎるだろ、その箱は。よいしょ。よいしょ。あの、トイレから見えた緑はこの発電機の緑だね。お、フォージュの来た。あー、明る。だいぶ明る。よいしょ。なんだこれ。スクラップ4ファン。よいしょ。お、これで止まりそうじゃない？めくりや。お、じゃがいもの種、じゃがいも植えたいな。よし、開けてみよう。止まんないね。止まんないね。どうすんだあれ。待って、上見てない。 OK。 よいしょ。絶対燃えるよな。ちょ、試したいけど試したくないっていう。どうすんだ、水でもかけんのか。あ、これだ。ほら、バルブがあった。大丈夫？あんなに燃えてたらさ、このはしご今も熱々なんよ絶対。ハゲタカいる？いないだろ。わ、なんかゾンビいっぱいいそう。あっちテントみたいなの見えた気がする。犬いそうだな、この感じ。犬いそうだな。犬ヘッドショットで死ぬのかな。やの、いない。逆光だる。うわ、まぶしい、まぶしい。はい、だから、よし。あいつ倒したやつだっけ、多分そうだよな。よいしょ。犬がいたらもうハンドガン抜くぞ、迷わず俺は。ナイフで剥ぎ取りたいな。ナイフ。槍じゃねえ、こっち。お、結構取れそうじゃね。30も取れた。いや、38本。あ、しか、これぐらい。もっと上かな、無理だな。あれはいなくなっちゃう。あ、待って、水収集器だ。水だっけ、なんだっけ。キティ、ロ、え、つゆ、つゆだ。うわ、絶対ゾンビいっぱいいる。いる、犬いるな、これ、やっぱりな。待って、むしろあれ犬じゃね。ダメだ、ハンドガン。1ユーリ取れるならハンドガン使わなくて済む。
かして。うわこれくそ、わあ、いた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 、ラッキー、よかった、1日2回もやられずに済んだし、なんなら犬あんな形でいるんだな、座って寝てたわ。うほう、うほ、そんなすぐそばいたん。やっぱ振りかぶり遅えのダメか、槍だったらもしかしてあの犬倒せてたのか、お前どうなんだ。あ、あいつ倒してたやん、チェッククリアリングさっきやるか、いるじゃんやっぱり。ん、あ、死んでるわ。よいしょ、スコープいらないかな、何修理、ヘッドライト出ないね、鍵かかっとる。よいしょ、お、道具ダイジェスト、石の道具クオリティ3、いいね、だけか、だけだ。コメントでロックピックがなんだっけ、え、なんて言ってたかな、忘れたな、何かのラフト系のやつのありそうっつってた気がする。鋼鉄と、うーん、どうしようか、これ植えたいな、ガラスがいらないかな、いや、ガラス持ってこうか、石炭がいらねえや、ガラスちょっと持っていきましょう。よし、これをロックピックやってみよう。うんげー、うんげー、開かなかったらもうドンマイっていうことで、結構進んだ、結構進んだ、お、ロックピックのセンスある、めっちゃセンスあった、ラッキーの略奪さ、包帯、包帯か、まあありがたいかな、これありじゃね、3000ダメージだから2個ぐらい投げつければ多分壊せる。ナックルグローブ、スタミナコスト9、まあまあ重たいんだよな、持って帰らなきゃいけない、椅子はいらないか、椅子壊してこれでロックピックの代わりにして、うーん、まだ何これ乗せちゃう、でもスコープ絶対ついてない方がいいんだよな、2倍でも、忘れちゃいそうだな、後で帰ったら外そう、うわダメだね、やっぱり帰ったら外そう、よいしょ、とこれかな、これとこれは持って帰りたいの、せめてこれいらないか、ちょっとしよう、マシェーテ、マシェーテのパーツは持って帰るだろう、鋼鉄するパーツも必要、骨、うーん、うーん、スコップ作れるようになった、もしかして、まあショベルレベル3作れるようになってるか、これいらないっすね、よいしょ、リロードしたっけ、してる、でこれですよ、これ、あ、未使用だって、残念残念、よいしょ、あれゾンビまだいた、よいしょ、オッケー、レベルアップ、あっちか、こっちか、こっち、あれ、ん、入れなくね、ああ、そういうことか、天井の隙間に入れと、なるほどな、でもさ、報酬、うわーだねー、紙かな、
報酬部屋行ったんよな。報酬部屋行ったのに、この先に何があるというんだ。クエストの、あ、やめて。歩かないで。落ちたらダメだよ。落ちたらダメだよ。よいしょ。うわ、下手くそ。お、よし。もういいや、これで。え、ここ？あれどこだ。あ、それ落ちるな、多分。中のカバンだ。ナイフか。ロボット砲台パーツ、これは欲しいね。草。もうこうなったらガラスかな。お腹空いてる。お腹空いてる、使っちゃおう。よし。落ちるやん。あれどこにいたっけ、ゾンビ。あれ、え、絶対中にいたんだってゾンビ。あれ、え、絶対さっきいたような。落ちたら超近接で戦闘始まるやつかな。何これ、ライト、ライトの裏だ。やだな。スタミナ待って、スタミナ待って。おい、いるじゃん。スタミナ回復してから落ちたかった。一匹しかいない、大丈夫。え、もう死んだ、これ死んでるわ。よいしょ、オッケー。なんだこれ、スクラップフォーファンか。うん、よし、帰ろっか。まあ、フォージ系をたくさん拾えたということで、なんか、よか、よかではないか。あ、待って。丸石持ってない。丸石持ってない。あ、ショベル壊しちゃったな。丸石77持ってるじゃん。じゃあ、ショベル作って。これ何？これじゃねえ。砂？小石と砂。小石欲しくね。うわあ、しよう、困った。困ったった。全部必要じゃん。これスクラップするか、一回。レシピあるようなバンテージ、オッケーオッケーオッケー。これはもらっとこうか。だったらもうこれ、これだけ取っとこうか。よいしょ。小石って火薬の材料なんだっけ。あ、レシピしていけばいいのか。あ、火薬の材料なんだ、なるほどね。これも材料だ、必要じゃん。あ、しかも俺作れるじゃん。腐肉と、これと、粘土。粘土持ってるっけ？持ってないかもな。ドキッとするわ、ほんと、この壊れる音。よし、でしゅう。でしゅ、でしゅう。自転車欲しいね。あ、タイヤも取らないといけないな。あ、待って、俺。ああ、撮ってる撮ってる。ロボット砲台パーツ。忘れてきたかと思った。ティア2行きたいけど、そろそろまだかな。でもティア3はちょっと夜行くの、ちょっと怖いかもね。あれ、届かないの、これ。あ、待って、やめよ、射抜いたら大変だわ。スタミナ回復してから行くか。喉渇いてるのかな。フィルターワンチャン手に入らないかと思ったんだけど入りませんでしたね。
どうしよう。鍋。フォージ作るか。フォージ。丸太？丸太って何やねん。丸太？丸太だわ。木から丸太作るって謎すぎ？木切ったら丸太が出てきて、それをクラフトしたら木材になるとかな、わかるけども。あと何だっけ？なんだっけ、あと。タクトテープとパイプか。パイプ。あ、スコープ見て思い出した。外そう。こっちか。よいしょ。で、外したらちゃんとリロードして。で、こっちかな。いらなさそうなの。こっち入れて。これ入れて、ハンドガンをしまって、ポージ、ダクトテープだよな、多分あと。ダクトテープが3つ。レシピ。ダクトテープを3つ作ってる間にって思ったけど、一瞬だわ。ポージ。あれ？皮がない。よいしょ。21秒。じゃあこの間にショップ行こう。OK。お久しぶりジェンさん。はい。壊れてる。リペアもできない。何がある？バレルか。どうなんだ。火薬かバレルか。頭のパーツか。これも悪くないんだよね。でも一回今は。バレルかな。火薬はもう500持ってるしな。バレルで。バレルのレシピで。まだティア1っすね。遠いな。一番近いやつで。ガストア。あ、待って、ガストアやめとけよかった。犬がいるかも。お、品揃えが新しくなってますね。アロエ系買っといてもよかったのかな。前買いだめしてたよね、アロエね。忘れてたな。バンテージが安いな、そもそも。本はどうなの ?300 だって。欲しいのがあったら買う程度かな。ドローンカーボ。え、これ買ってもよくない？え、これ買ってもよくない？ドローンカーボ。いや、でも高いからもったいないか。高いかもったいないかもな。水。空き瓶とか売ってたら買っちゃうけどな。空き瓶とか売ってたら、ちょっと欲しいよな。サイン入りボトル意外と高え。修理キットもそういえば作らないといけないしな。ロボット放題パーツ。発電バンク。え、クーラーがある。受けないな。よし、これ売りましょう。OK。あ、フォージできた。Trust me。あ？あっちになってるガスステーション。思ってたのと違う場所だ。フォージ簡単に作れるからもう置いちゃっていいよね。どうしよう。あ、こういう感じか。振り子必要？大丈夫？鉄と、なんだっけ？粘土。なんかすげえ砂とかもある。
砂、石、粘土、鉛、めっちゃいっぱいある。これで、あれ？あった鍋。あとちょっと、ちょっと、あとちょっと、あとちょっと、あとちょっと、鍋が来れば、26本がちゃんとした水になるわ。え、生きた。生きた、来た、来た。しまって。あ、待って、あと、じゃがいも植えたい。じゃがいもでいいのかな？コーンがいいのかな？何がいいんだろうね。じゃがいもでいいか。コーヒー豆もある。だから、土と、これと、あとなんだっけ。あ、これだけで作れるのか。何が足りない？足りてるね。もう一個作れそうだね。もう一個作れる。よし。鍋。ついに鍋。あれ？ゾンビいっぱい来てんな。鍋。コーヒーの種があったからコーヒーいっぱい作るか。あれ、あ、綺麗な水。マジ、これがさっき。よし、ゾンビさん戦いましょう。いっぱい来てんな。よいしょ。スタミナがない。なんかいい武器ないのかな、スタミナ回復できるよ。待って。ちょっと、なし。サブライ行きます。あ、サブライちゃんとマーカーついてるからいいや。スタミナ回復して、スタミナ回復して、水まだかよ。うお、スタミナがない。マジか。OK、 もうナイフでいっか。うっ、びっくりした。カバンが飛び出してきた。なんか弾20発でご飯に出血しとる。あいつやっぱあっちにもいるか。出血、出血ダメージ。お、スタミナね。スタミナないの、ほんと怖えな。あんだけしか振りかぶれない、やばいね。お、スタミナがない。マジか、マジか、ほんとにすっからかんじゃん。危ない、こいつ勝てー。出血し、750経験値、意外とやべえんだ、あいつ。気をつけないとね。しまいまして。とりあえず、どうしようかな。うち整地したくなってきちゃうな、こうなったら。とりあえず、この木は邪魔だから切るか。視界の悪すぎる。スタミナないね、やべえ。レシピ。コーヒー。
まあ、コーヒーが一番水いいよね。1分もかかるじゃん。よいしょ。厳しいな。2、3個キャンプファイヤーしてもいいかな。あれヘビ、待って、これもゾンビ、もしかしてゾンビだった。よいしょ。まだなんか近くにいるな。ゾンビ寝ているな。よいしょ。できた。あ、ニワトリ。オッケー。オッケー、オッケー。やっぱナイフの方が良さそうだな。ナギ取り。23個も取れてるわ、羽。よいしょ。こっちがいいかな。奥も入れちゃっていいか。これ、こっちじゃなくていいか。で、何植えよっかな。じゃがいもと、きのこかな。じゃがいも、きのこ、トウモロコシ、あ、コーヒーでいくか。コーヒーでいくか。よし、じゃがいも、きのこ、コーヒーでいきましょう。こっちにしようかな。穴掘るか。穴掘ろう。あれだわ、ゾンビが引っかかって壊しちゃいそうだから穴掘りましょう。いやでもさ、ここじゃない方がいいのかな。ここじゃない方がいい気もすんな、スタミナに。いっか、今は警察官来たりしないだろう。それまでね、新しいの作って移動しよう。スタミナなさすぎだろマジで。お火のも、コーヒーいくつ？コーヒー24。これ。これ。あ、1個しかね。じゃ、こっちで。24。24。あれ、俺水順番変えてないからまだできないか。じゃがいも、コピー、オッケー。いらない。あ、キノコ入れればよかった。ユッカでもよかったな。でもユッカ砂漠行けば一回も手に入るからな。ユッカじゃないか、やっぱり。そうだよな、自分変えてないもんな。 OK。 うわ、使わないでもったいない。コーヒー作ろうかな、もう一個。あ、待って、水はいくつな。20で、時間はない感じか。レシピ、コーヒー、こうしとこ。やっぱり、やっぱりあれ欲しいな。あの水収集器みたいなやつ、つゆか。使ってなかった、欲しいもらったのに。ティアスリー行かないから、今これもいらないか。
俺も自転車作りたい。自転車作りたい。バイスコ。ああ、ワークベンチ。うわあ、鍵が合ってる。作業レベル10。まだまだだな。持っときたいけどな、本当は。切りかかってきた。ナイフ改造する。じゃあ、こっち。ナイフを置いていきましょう。これリペアしたいな。修理キットか。修理キットきついな。修理キット重たいな、ここでこれに修理キット使うの。ちょ、無理だ。これ持ってくか。一回現地で作るか。骨が必要になったら。ロックピック。で、アックス。クラフト。改造。よ。で、改造。OK。スクラップで終わったね、今。そろそろ、できた？よし、24。一緒だ。スタミナ回復、あれの方が良さそうだね、コーヒーの方が。じゃ、30秒待ってコーヒー飲んで、いや、これ両方持ってった方がいいな。両方持っていこう。クエストはどこだっけ？ここっすね。今まで行ってないエリアだね。じゃあそこまで行って、今日は終わりにしよっかな。これ焼肉となんかで料理できたりしない？しないか。おぼちゃパン。うわぁ、水使ってらんないもんな、今。ベークドポテト。うん、まだ美味しそうな料理は。俺と言って美味しそうな料理は作れないね。あ、ベーコンドエッグあるんじゃん。あるじゃん、ベーコンドエッグ。ベーコンドエッグ。ベーコンドエッグ。最高。何分？35分ぐらい。これぐらいでいいか。ご飯を食べちゃえ。よし、レッツラゴー。喉乾いてる。もうさ、水汲んでこうぜ。咳 100% になるんだっけ？ 20% だって。あのカバン漁りたい。お、なんだこれ。ワイヤリングいらな。どうしたものか。飲むか。飲む。なんかおかしいと思った。弓か。か、町っぽいね、ここはね。喉の渇き全然収まらへん。お、これパトカーじゃね？パトカーだ。時間かかる、めっちゃ。これは期待できるのでは。マジか。え、すげえ当たりな気がする、パトカー。うわ、暗くなってくる。でれん。は？何だったんだ今。もしかして俺ロックピック使ってた？なんか大したことね。
バックピグ使ってたのかな、あれもしかして。うわ、ティアスイだってこの建物、びっくりだね。うん、え、フェラルじゃないよね、全然まだだよね。うわ、犬いそう、この建物犬いそう、やだな。え、何あいつでかくない、あのゾンビ、気のせいか。いい、ちょっとここ通りたくねえな、なんか犬がいっぱい飛び出してきそうな建物。うわー、これさ、さっきの建物と一緒じゃない？今日の。おお、キブスとか出てきた。うわ、犬いるやつだ。言えない、痛い、いる、いないかも。あ、簡単に壊せるわ。いないや、いないいないいない、大丈夫だ、多分いないわ。だってこう屋上行かないといけなさそうだもんね。よし、というわけでじゃあ次回この建物を探索しましょうか。クエスト、まだゾンビいるな。お、タレットが来たね、ロボットタレット。やっぱスタミナのこと考えたら別の武器がいいのかな。ワイヤリング2冊出てる。待って、この本読んであるんだけども、残念。スタンバトの劣化速度、あ、やっぱこれじゃん、ロボット。なんだ、何も作れねえのか俺には。残念だな。よいしょ、あ、待って、この車はサット系だろ。よいしょ、なんだこれ、財宝。うわ、やべえな、ここ来て探索して。うわ、ここもなんかやばそうなエリア、なんもないのか、ほぼキャンプ。というわけで、じゃあ今回ここで終わりにしましょう。次回ここを探索していきます。あ、あ、比較できる。効率って読む、これ消化、補水作用、スタミナ減少、低下、うん、うん、どういうこと。あ、でもこれまだ作れないのかな。作れなさそうだよね、紅茶、ユッカスムージー、このお腹も膨れて最高や。ユッカスムージー、ユッカスムージー作りて。やっぱユッカ植えた方がいいのかな。コーヒーより安いんだよな、これの方が。どうなんだ、でもこいつの方が効果良さそうなの、なんでコーヒーの方が。この高効率消化って何なんだろうね。とりあえずコーヒー飲んどきましょうか。というわけで、じゃあ今回ここで終わりたいと思います。ご視聴
ありがとうございました。コーヒーの効果見てみよう。中井だけ。スタミナを維持させ、一定時間体を温めてくれます。なるほど。というわけで、今咳になってなかった俺。気のせい。あれ？あれ？あ、多分あれだな。秋の記念草の効果かな。え、じゃあ 20% ってさ、20% の確率で治療じゃなくて 20% で、あれかもしんないな。20% マイナスするみたいな状態上。だったらガブ飲みしていいかもしんないね。水。一回クエストやりたいね。クエストやる前に探索したいね。車のパーツがあるわ。というわけで、今回終わりましょう。静止画でした。まあ、ここで終わるか。厚み L1 で。静止画でした。